干潮の時はサス伝いに本島まで歩いていけますが、満潮になると全くのこと、聞こえるのは波の音とカモメの声だけです。それが気に入ったんじゃないかな、お父さんのグレイブス少将は。きっとそうでしょう。退役前からこのホテルを買おうと決めていたそうです。若旦那様、キートンさん、お茶をお持ちしました。ありがとう、ジョナサン。ああ、どうも。早いものですね、お父上が亡くなられてから。ええ、立派な方でした。父は僕の誇りです。エリック、君はここを継ぐ気はないのかい？冗談じゃありません。ホテル経営なんて向いてませんよ。そんなことはないだろう。僕がなりたいのは、人の命を救うために我が身をかけることのできる勇気と実行力を持った軍人です。父のような。そしてキートンさん、あなたのようなね。私？父から聞いています。イラン大使館事件では人質奪回のためにあなたがどれほど活躍したか。いや、そんな、私なんか。僕はまだ入隊して2年目ですが、いつか必ず SAS に入ってみせます。たとえどんなに苦労しようとも。あの人たちは？さあ、ドイツ人のようですが。だとするとポーランドに近い地方の出身ですね。え？いや、さっき話してるのを聞いたんですが、彼らのドイツ語にそっちの方の訛りがあったもんで。何するのよ。申し訳ない、悪いな。この手なんだ。私は紳士なんだが、君のあまりの美しさに勝手にこの手が動いてしまうんだな。こらこら、飲みすぎじゃありませんか、フォスターさん。この手によく言っとくよ。酒を飲み、美しい女性と恋に落ちる。いいね、生きるってこと。困ったじいさんだ。父の知り合いだったらしいんですが、何をやってる人なんだか。まったく、あなたや父とは大違いですよ。あ、いや、わあ、すごいや。あっという間に満ちてしまうものなんだな。ええ、これでまた6時間ほどは孤島になってしまいました。桟橋の方です。ダメだ、死んでる。こっちは生きています。ヤードマンズ・ブラッド刑事だ。警察に連絡してくれ、すぐに。しっかり。ボートが流れてく。一体何があったんだ。とにかく怪我人をホテルへ。ジョナサン、警察に電話だ。人が殺されている。おい、聞こえないのか、人が。残念だが坊や、電話線は切らせてもらったよ。早く警察に。くそ、こいつが船を流さなければ俺たちはとっくにずらかってたのによ。よせ、オット、どうせこいつは死ぬ。しかしヘルマンさん、潮の満ちている間は誰もこの島から出られない。再びサスを渡れるようになるまでたっぷり6時間がある。自分の命が失われていくのをじっくり味合わせてやるんだ。それにしてもニールの野郎、こんな場所を指定しやがって。死人の悪口はよせ。奴は俺たちの組織に金の卵をプレゼントしてくれたんだ。さあ、お客様を2階へご案内だ。部屋でゆっくりおくつろぎいただこう。俺たちが出ていくまで外出は禁止だ。それを破った者は死体になってもらう。さあ行こう、エリック。
おいじいさん、お前もだ。おい、て、手荒な真似すんなよ。俺は年寄りなんだぞ。何？あ、わかった。言う通りにするよ。わかりゃいいんだ。これ持ってっていいだろ。飲んだくれか。持ってけ。ありがたい。さっさと行くんだ。どうしたんです？いや、なんでもない。シーツをもっと切り裂いて。はい。おいおい、無駄遣いすんなよ。それ貴重な酒なんだぞ。なんてことを言うんだ。人が死にかけてるんだぞ。これがそいつの運命だったんだよ。まあ、だいたいこうなったのも奴らの戦力を見くびったからだろうよ。それが命がけで戦い、傷ついた人に対する言葉か。やめるんだ、エリック。しかし、その人の言う通りだ。奴ら、私一人で捕まえられるような相手ではなかったんだ。一体あの4人は何者なんです？それに桟橋で殺されていた男は。彼らはポーランドマフィアだ。殺されたのはレシング製薬の研究員オスカー・ニール。静かに話さなくていいですから。ニールは喘息の新しい特効薬の製法を記録したディスクをここで彼らに渡すことになっていた。私はその現場を押さえるつもりだった。そこまでだ。全員手を挙げろ。だがあんたは撃たれ用なしになったニールも殺されたってわけか。ポーランドマフィア、噂には聞いていましたが、イギリスにまで手を伸ばしていたとは。しかし犯罪組織の彼らがなぜその薬を。彼らの狙いは薬の製造過程でできる覚醒剤メチルプロパミンだ。従来の製法より安価で大量に生産できる。なるほど。彼らはそれを作り、東ヨーロッパやロシアに売りさばくつもりなんだ。ルパートさん、しっかりしてください。これじゃとても6時間後の干潮まで待てない。早く外部に連絡を取らなければ。流されたボートの他に船は。海岸の小屋に古いボートがありますが、とても使える代物じゃ。キートンさん、強行突破しましょう。え？奴らは所詮ギャングです。戦闘のプロである私たちが力を合わせれば形勢逆転できるはずです。まずは見張りを倒して。バカか、お前は死ぬぞ。お前は奴らの戦力を見くびってるよ。その刑事のように弾を食らうだけだ。あんたに何がわかるんだ。私はイギリス陸軍兵士だし、このキートンさんは SS の精鋭だったんだ。素人は黙ってろ。ほうほう、イギリス陸軍とは立派なこった。だがその若さじゃ実戦経験はあるまい。お前とは違い、そのキートンさんは俺と同意見のようだぞ。残念だが、フォスターさんの言う通りだ。キートンさん、彼らはただのギャングじゃない。身のこなし、銃の扱い方、戦闘のプロだ。おそらくかつて秘密警察か軍の特殊部隊に属していたんでしょう。今私たちが動いても勝算は極めて低い。それじゃあこの刑事さんを見殺しにするというんですか。いいじゃねえか。一人ぐらい死んでも静かに待ってさえいりゃ他の者は全員助かるんだぜ。なんてこと。俺は巻き添え食うのはごめんだ。臆病者、あんたは死ぬのが怖いだけなんだ。ああ、怖いよ。俺は臆病者だ。俺の周りには勇敢な連中がたくさんいた。だが彼らはみんな死んでいった。俺の目の前で次々とな。なあ坊や、俺がこの年まで生き残れたのはなぜだと思う？それは俺が臆病者だったからだよ。
俺が命を懸けるのは恋だけだ。ダヘレン、お前のためなら命を捨ててもいいぜ。仕事だ。若い男のどちらか一人来い。僕が。いや、君は刑事さんの手当てを続けてくれ。でも、どっちだ。早くしろ。俺の見たところ、そっちのネクタイの男の方が年食ってる分潰しが効きそうだぜ。よし、お前だ。とっとと行くんだ。いいか、キートン。変な気を起こすんじゃねえぞ。命あってのものだねだ。かなり苦しそうだな。出血は随分収まったようなんですけど。このボートを修理するんだ。タールと板ならある。あまり器用じゃありませんが、なんとかなるでしょう。いいか、カール、妙な真似をしたら。分かってますよ、ヘルマンさん。俺の軍隊時代の腕はご存知でしょう。さあ、かかれ。水を一杯くれないか。ダメだ。ルパーと刑事が息を引き取ろうとしてるんだ。最後に水を一杯やってくれ。俺、ありがとう。勇敢なこった。バカなやつだ。ポーランドでは夏はやっぱりオリシュテインの湖水地帯で水浴びですか。マムリコは美しいですね。あなたは行ったことはあるんですか。余計なことくっちゃべってるからだ。大丈夫です。ボートが治るより先にまた干潮になっちまうぜ。チッ、砂州を渡った方が早いんじゃねえか。死ぬならお前一人で死ね。俺を巻き込むんじゃねえ。俺はお前みたいな英雄気取りの青二歳は大嫌いなんだ。お前のような跳ね上がりのせいで戦場で何度も命を落としそうになった。アンゴラでもラオスでもジブチでも。アンゴラ、ラオス。ああ、あんた傭兵をやってたのか。ああ、飛び切り高級鳥のな。傭兵は正規軍じゃねえ。祖国や主義なんて知ったこっちゃねえ。名誉も勲章もない。あるのは金だけだ。俺は金を稼ぐためだけに生き抜いてきたんだ。引退してようやく余生を楽しもうって時にこのガキはこんな危険な目に遭わせやがって。じいさん、それ以上やると死ぬぞ。こっちへ来て一杯やらねえか。いいのかい、トマス。ヘルマンさんに許可なくそんなことしてよ。俺がいいと言ってるんだ。このじいさんとは話が合いそうだ。ありがてえ。
裏切り者！てめえは寝てりゃいいんだ。めえ。おお、スミス&ウエストンの66式か。あんたかなりの腕の持ち主だな。リボルバーはオートマチックと違い、弾詰まりの危険が少ないからな。しかしリボルバーにも一つだけ弱点があるの知ってるか？ほう。撃ってみろ。無理だ。そこを抑えられちゃシリンダーが回らず、引き金が引けねえ。ジジイ！あっ！自分の年を考えろ。先は長くないのに、どうしてそう死に急ぐ？やはり年だな。10年前の俺の動きなら倒れていたのはお前の方だ。そうかもしれんな。油断したよ。アンゴラの白い豹。アンゴラの白い豹。やっと思い出したんだ。あんたがその昔、アンゴラの白い豹と恐れられていた傭兵、フォスター大佐だとね。あんたのためにアンゴラの政府軍は散々な目に遭った。俺はかつて軍事顧問団の一員としてアフリカにいたんだ。そこであんたの伝説は何度も聞いたよ。あんたは生かしておくには危険すぎる。やめろ！いいんだエリック、ミスをした俺が悪いんだ。違う、僕はあなたを誤解していた。あなたは先走った僕を助けるためにわざと芝居を。言っただろエリック、俺はお前のような青二歳は大嫌いだと。そんな奴のために誰が命を懸けるもんか。俺は自分のためだけに動いた、そして死ぬ。俺の悪運もこれまでってことだ。覚悟はできてるようだな。ええ、だが最後に一つだけ頼みがある。なんだ？最後の酒を飲ませてくれ。いいだろう。キートンさん、遅かったじゃねえかキートン。年寄りをこんなに働かせやがって。すみませんフォスター大佐、力不足で。もう怪我人は寝てなさい。もう少しご褒美をもらっても罰当たらないぜ。なあヘレン、左手だけでもそこいらの連中には負けないぜ。あらあら、そうね、デートぐらいなら付き合ってもいいですよフォスター大佐。お、本当かよ。ルパートさんの様子はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたからもう大丈夫だろう。僕は恥ずかしい。あの人がいなければ僕はとっくに死んでいました。なのに僕はあの人を臆病者呼ばわりして。臆病ってのは決して恥ずかしいことじゃないさ。命を大事にする者はみんな臆病者なんだ。僕はなれるでしょうか、あの人のような。
勇気ある臆病者に。女性のため、生まれてくる子供のため、男は家を捨て国を捨てた。全てを投げ打っても彼が手に入れようとしていたのは妻と子供のいる家、ただそれだけのささやかな幸せだが、悲劇は起きた。それは運命という言葉で片付けてしまうにはあまりに悲しすぎる。次回、アザミの紋章。